おはようございます。お久しぶりです。お久しぶりです。ジモティステッピーの荒木さんが今日はバイクを仕入れに来てくれました。今日は7台だっけ、7台を買い上げまとめがいつもありがとうございます。じゃあ持っていきましょう。行きましょうそうじゃない、乗せてから体重を乗せる感じ。選手交代やった。はいはい、お疲れ様。じゃあ洗っちゃおうか。はい、こちらはイタリアのバイクのアリバ 125N です。 N125 じゃないか、アリバ N125 かなです。はい、はい、こちらは、ワイヤーの固着はなしです。でただアクセルワイヤーが戻、こっちは固着、外れかな、動かないです。でこちら処罰チェックは OK です。よろしくお願いします。荒木さんはジモティだけなんですか？メルカリもやってます。メルカリも。でもメインはジモティでーす。メルカリもステッピーですか？メルカリはバイク好きでーす。バイク好きなんだ。売れてますか？売れてます。売れてますか？ありがとうございます。じゃあ、メルカリがバイク好き。バイク好きでは出るの？まあ原付とかで検索していただければ出ると。それじゃあどこにたどり着くかわかんないじゃん。まあバイク好きでちょっと、そうだろ、バイク好きステッピーとかにしちゃえばいいの。八王子とかね、八王子で。ジモティはステッピーで出ますね。出ますね、はい、了解です。じゃあ皆さん、安いバイク、乗れるバイクお探しの方は来てください。ステッピーをよろしくお願いします。うちのね、卸価格が安いので販売価格も安い。販売価格も安いです。はい、ありがとうございます。アディバの N125、 これ動いたんだけどアクセルワイヤーが固着しました、そこだけだったので。はい、あとは海の100、これも動いて普通に乗ってたやつです。これなんだっけ、あ、これこの間武藤さんが整備したやつで、インシュレーター新品に書いてあるので、バッテリーつければそのまま整備かかります。ではよろしくお願いします。 GTF クマゾロ。
してます。ウェーイ、はい、はいはい、オッケー。もうちょっとあと、うん、ウィンカーつけたらこれを剥がしちゃって、はい、もう最初に剥がす、もうちょっとやって、これは状態がいいんですね。じゃあこっちのウィンカーもつけちゃって、はい、はい、こちらメーターのマスキングテープを剥がしたら完成です。大口商店街のラッキーボーイさんに来てます。そしたら、これこの間あのツイッターで相互フォローした方、超ユンファの格好してる人、ここが、なんすかモデルガンが撃てる中華料理屋さんなんですか、はい、みたいですね、ありがとうございます。横須賀で、モデルガンが発火させられる中華料理屋さんだそうです。これはちょっと今度行ってみたいな、はい、今日は僕はなんだクラウンのショットガンを買いました。また改造します。ではありがとうございました、はい、また来ます。
GTF 熊沢。